皆さんこんにちは。こんにちは。ニュースの真相本間海奈というようなことで、本間海奈、北海道の皆さん、そして全国の皆さん、ちょっと 2,3 週間置いてかもありませんけどね、本間海奈また皆さんにお送りいたします。この番組はあのニュースいろいろものがありますけれども、いろんなことであーだこーだ、ちょっと突っ込んだり突っ込まなかったりってところが、あの月曜から翌日になっちゃうんですけどね、はい、そういうような番組でございます。今日はですね、私と、本間海奈の本間さんですね、はい、本間さんの他に、ゲストとしてですね、宮和夫さんにもちょっと来ていただいてね、好き放題言っていただこうというようなことでありますけどもね、うん、はい、せっかく始まったから本間さん、やっぱりオリンピック終わりましたよね。そうですね、まずちょっとこの総括から言ってみたいんですけどね、はい、いや、もうオリンピックについてはもうとにかく選手は素晴らしかった、うん、見事だったということで勇気づけられたんですけども、やっぱりあの開会式と閉会式ですね、うんうん、あんなに良かった閉会式、なんかこうものをなんかうまくまとめてほしいなと思ったんですけど、うん、閉会式を決めたらやっぱりがっかりだったというね、はい、向かっ腹が立ってきてね、はい、次第にこう怒り憤りがやっぱりやってきたっていう感じなんですけども、やっぱりね、さすがにこの保守系の人たちもね、私たちがあの生放送でね、はい、ボロクソに言ったじゃないですか、はい、開会式をね、はい、で言ってた時、それはもういいじゃないかとね、はい、で選手たちが頑張ったから、選手が頑張ってるからもういいじゃないかって言ってたけど、閉会式やっぱり見たらもう言わざるを得なくなってるって、ほとんどの人が今言い出してる。我々は選挙の目があったつもりな言い方だけどね、そんな感じがするんですけど、皆さんどうですか。私前の閉会式も、うん、これはテレビですけど見てたんですよ、はいはい、でなんかね、そのやっぱり終わって寂しいなと思ってた時に、一斉に選手がね、うん、入場してきて、うん、ものすごい和気あいあいとしてたじゃないですか、うんうん、だから、ね、イメージがすごくあるんでね、うん、だから私、開会式も閉会式もね、余計なことはやらないで、ここの部分でだいぶお金かかってますからね、うん、そのスポーツ大会なんだから、そのスポーツ本来のところにもっとお金をかけるべきで、余計なことは、これ、いつ頃か、ロサンゼルスあたりからですか。うん、いや、ロサンゼルスはまだまともだったと思いますよ、うん、入場式とかいうのは。はい、我々の国のね、今回からじゃないかっていうね、よくね、東京オリンピックも非常に考えられてて、昔のね、はい、60年考えられて、最初の時はきちんと全員がピシッと整列しながら行進して、はいはい、閉会式の時だけ旗がまず来たら、うん、はい、もうあとはぐしゃぐしゃになって、ね、みんなわーっとね、選手たちが入場してきたって、はい、ああ、これはもう一体化してるみたいな、うん、そういう演出がされてた、はいはい、もう最初からぐだぐだでしょ。でもう一つ、またもう本当に憤りというよりも憎悪さえ感じてんだけど、うん、なんかどっかの昔、失礼ながらオウム真理教のね、なんか、なんとか服みたいなね、うん、もっと言えば女性のムームー、昔の、うん、アッパラパーっていう、アッパラパーってか、アッパパーか、アッパパー、アッパパー、アッパラパーじゃない、アッパパーですね、はいはい、ムームーみたいなね、だらしのない格好着たおばさんおじさんたちがね、こんなで手振ってね、あれ一緒になって行進式だでしょ、はい、なんでそんな汚、汚いって言ったらまずいけどね、なんかね、選手たちでいいじゃないかと、旗持った人とね、はい、役員っていうか、そういう人と選手たちだけで、なんであんなおじさんおばさんがね、一緒に変な、なんかカルト宗教のね、はいはい、ものを汚らしい服着てね、あれ美しいと思いませんよ、私思いました。いや、全く思わなかったですし、開会式の時もそうですよ ね、やっぱり、そして日本じゃないんで、みんなどこの国かなって、そうで、なんかちょっと太鼓が出てくるんですけど、 うちの親がしてきて、あれ太鼓叩くの裸でもいいし、うん、なんていうか、ハッピーでもいいんだけど、うん、中国服みたいなの着てたよねって言ってたんですけど、妙なね、無国籍っていうかね、グローバリズムというかね、これね、どなたかがうちの書き込みに入れて書いてくれたそうだけど、どの国の世界中の選手たちもね、その国行ってね、行くで、その国の特徴とか、その知るのを楽しみにしてる、はいはい、だから我々がどっか北海道行ったら北海道料理を楽しみにするようにね、うん、そこ行ったらファミレスの、ね、料理が出てきたらね、なんだこりゃっていうね、そういう感じですよ、うん、非常にそれと政治臭いっていうかね、政治の匂い、反戦平和とかね、こういった匂いがもうプンプンしてね、うん、いやらしくてね、イマジンもそうだったしね、
あのわけのわからない無国籍のおじさんおばさんが出てきてこんなにって相変わらずね、うん、入場してあの時はあれが全員着物の姿の女性だったり、はい、全員が化粧回しした相撲取りだったり羽織袴の男たちだったりね、うん、したらどうなんだと。だ全然違いますよ。それから祭りもね、なんかあこれも狙いだと思ったのはアイヌのね、うん、あれと琉球だって言ったよ、うん、沖縄のね、はい、祭り、それからまあついでに郡上八幡とかね、あれをそれも暗い絵ばっかりなんですよ、うん、ね、あのシルエットばっかり使うようなね、こういう絵をやって、ここで最後は東京じゃなくて東京温度ですか、うん、東京温度だけは盛り上がりましたね、みんな踊ってました、外国の選手もねやってたしね、だからあれですよ、あれだけ言えないんだよね、なんともっと言えば、北海道で言えばソーランなんとかだってあるじゃないですか、うん、ソーランとかありますね、青踊りとか、ね、青踊りでしょ、うん、それからあれですよ、靖国神社でよくやってくれてる青森のねぷた、うん、ねぷたとかね、ねぷたでしょ、うん、でもう大阪の河内のだんじり、うん、だんじりなんかね、半分裸の男がね、うん、やってダーッとやってダーッと走ってきたらね、ウケますよこれね、うん、みんな選手も一緒に走り出すっていうね、うん、そういうようなこと全くつまり嫌いなんですよ日本が、これこうやってるやつがね、もっと言えば青鳥でお姉さんたちがね、ちゃんちゃかちゃんちゃか一緒に選手たち行進したらみんな一緒に踊り出しますよ、あの選手は東京運動でさえやってましたから、そうですよ、ね、あのリズムはね、はい、だからあのおばさんたちっていうか変なムームみたいな汚いおばさんたちよりも、うん、あのきちっとしたこう寸毛笠とね、やってるあれがこうね進んできゃね全然違いますよというような、まあ、もうとにかく日本がないんですよ。それからそれが終わったら祇園のねきちっとした祇園祭りのあれとかね、はい、それとかあの博多の博多山笠、はい、それからもう何だか御柱なんてね、わーっと来たりね、諏訪のね、日本のねこうお祭りいくらでもあってね、それ選手たち見せてやれなかったね、本当憎しみですよ、それはもう私感じますよ、これだけのことやって、いや見下げてるに普通にやってくれよと、はいはい、日本をね、だからNHK の紅白歌合戦の演出の方がよっぽどマシだったという書き込みがありましたけど、学芸会ですよこれ、本当だってこれ素人がやった方がむしろ良かったですよね、いや素人で、人はじゃプロですけどね、イベントプロレスやったことありますけど、こんなひどい恥ずかしいのないですよ、いやだってネット上は、うん、もうこれ保守だけじゃなくて右も左もボロクソに叩いてましたよ、私望月いそこですら叩いてるのを見てて、東京新聞だった、東京新聞、みんなね褒めてる人一人もいない、いけない、ないのはね、日本的なものがものすごく、さっき本間さんが言って、うん、日本的じゃないんですよ、うん、だからね、あれをだけど選手は全然わかんないからあれが日本だと思っちゃうからね、うん、いやいやだからね、はい、そわけのわかんないのはなんでかさんまさんの奥さんだった、ね、大竹忍さんがね、忍と子供たちが来て歌って踊ってて、うん、何やってるか全然わかんない、うん、あれ宮沢賢治だって言うんだよね平和と、あれって誰がそんなの分かる、宮沢賢治ってね、私は大好きな作家ですけどね、詩人で、こういうね独りよがり、これ世界に発信するわけですからね、うん、だから本当にで子供はもうこの手が汚いんですよ、子役とね動物はどんな命令もかなわないんですけど、子供がねなんかぴょんぴょん跳ねたりこのようにやればね、でもわざとらしいね空を見上げたりね、手を挙げたりね、もう子供を使ってこうなんか糸がもう浅すぎてね、薄っぺらすぎて、ね、本当に子供がかわいそうになるっていうかね、それからオリンピックの選手たちは東京の街を出れなかったんでということでやった、あれもお粗末でしたね、うん、あの公園のね、公園の三流、はい、大道芸ね、はい、あんなの丸つきやったりね、あんなのやったって、その前にスケボーなんてのは世界一の名演見事なの見てるから、なんでこんなね、こんな、それでなんで遊びを見せなきゃいけないんだって、まずね、そんな日常なんかの見たって誰も興味持たないですよ、日本人がねスケボーやってますだね、マリツキやってますだなんてことやったってね、つまりこういうエンターテインメントとか選手たちや世界中の人が何を求めて何を期待してるかっていうのを全く理解できない演出家なんですよこれ、ね、我々のところだったら日本はもう腐るほどもう行って余るほどねやることあるわけ、それとは花火もケチるんじゃないって、うんうん、お前らが160億も使ってね、ケチって160億もって言ったけどね、江戸花火なんてね、江戸花火だ2、3億使えば2万発をいっぺんにあの時間にね、ダーンってやってみなさいと、
もう選手たち唖然ですよ、江戸の花火の美しさね、そんなことやるだけでも違うんだもん。世界に発信すると同時に選手を楽しませるという要素もあるわけですから、世界中がでも、ね、全然楽しんでなかったからな、選手は東京の時だけですよ、喜んでた、まああれもしょうがねえっていうぐらいでね、はい、あのそれとそれとか子供使うならね、5、6人あんなふうに変な芝居めいたことやらせないでね、1000人子供使ってか、まあ、そのことやったらウイルスって言われるだろうけどね、あのいろいろねこうやり方は本当にあったんでね、祭りというものが本当になかった。それからやっぱり戻りますけど、一番大事なことをもう一回言わなきゃいけない、菅義偉はまたも天皇陛下の大、うんね、ご名代の秋篠宮皇嗣殿下の横に平気で座ってやがったっていうね、こいつは本当許せないというね感じしましたけどね、はい、まあ、これはまあこの間もちょっと言いましたけど、私あのその自民党の幹部の議員に聞きましたら、うん、まあそのねオリンピック委員長の聖子さんはねおっしゃるには、私も違和感を感じてますと、一列に並ぶね、これは皆さん改めて言っておきますけど、日本の歴史上初めて菅と小池というバカタレがですね、ああいうところ横に座ったんですよ、うん、あえて悪く言いますよ、とんでもないやつですよこれ、うん、バカでなかったらこれね、あれですよ、意図的ですよこれ、うん、日本皇室破壊の工作員ですよこれ、どの神武天皇以来、ね、ずっと時代を経て江戸時代を超えて明治時代になって大正昭和ここまで来た、平成まで来た、横に座った日本人は一人もいないはずですよ、歴史始まって以来とんでもないことやった本当の神聖のバカタレです、これあのね、これ名誉毀損だっていうのは言ってもらってもいいぐらいでね、こんなことをね、ひどいことをねやった小池百合子と、もう私あの政策だからなんとかとかね、こう問題以前にね、こういうことを俺は許せないと思いますね。昭和天皇はお相撲が大好きで、はい、うん、まあ、あの東京場所はねたびたびお越しになってるんですけど、それの時でも本当はあの説明するのは横の方がいいんだけど、相撲協会理事長はちゃんと後ろで、理事長は、はい、今この陛下がもし口をすると、はいはい、こういう形なんですよ、うん、そうですね、それでこういう形で、うん、こういう実はここでこうでございますっていうね、はいはい、こういう形で説明するんですよ、はいはい、だからね、野球なんかを観戦された時もそうでしたね、そうです、みんなそうです、はい、だからそれとね、もう一つはこれは菅義偉が、まあ、そこの現場行ってまた2度やったから、これ確信犯ですよこれ、でこういう攻撃がね、あの攻めることがあったはずです、官邸にも相当言ってるはずですから、うん、それでも強行したっていうのはこの男は確信犯でやってた、何が悪いんだとね、いうようなことをやってます。これパラリンピックの時どうなるかまたね見ものですけど、 IOC の要請だとか言うけど、私はそれは嘘だと思います、仮にそうだとしても、これはあのオリンピック自体のことじゃないわけですから、それはもう日本側のあれでどうにでもなることですからね、これは。あの一応その、はい、そのオリンピック委員長の聖子さんは、うん、はい、あのこれ IOC のあれでこうやってくれと言われたと、でも断ればいいんですよ、そういうことです、うん、これは我が国の、ね、国体、うん、国柄に合わないと、はい、天皇陛下と横に我々が並ぶことなんか、オリンピックの競技のことじゃないわけですよ、ね、これはあくまで日本の反対が座るのはまだいいとしてもですよ、うん、はい、あの、はい、バッハがね、はい、本当は良くないけどこの野郎と思うけど、ただ他の国民はね一律に後ろに下がってあのちゃんとね、はい、やるべき話だし、二度やったってことはねこれ本当に確信犯ですから、うん、もうこれはもう完全に皆さんあの朝敵です、これはっきり言うと皇室破壊者です、工作員です、もうこういうのは耳届いてるはずですからね、当然で、その自民党の幹部の人も、私がその申し入れた時の翌日総理と会うからその話するからって言ってましたから、でこれやったわけですから、それともう一つ宮内庁何一つ抗議しない、陛下がねこんな、陛下も秋篠宮皇嗣殿下もそうですけども、普通はねこれおかしいと、玉座というのはそういうもんじゃないでしょと、ロイヤルボックスというのはそういうもんじゃないと、な菅やねあの小池ごときがね座る場所じゃないから、ちょっと後ろに下がるなりなんなりね、椅子をあの折りたたみ椅子にするなりね、菅ので後ろに下げるなりねなんなりしてください、これが当たり前ですよ。それからもう一つはロイヤルボックスってどういうつもりで あるんだということですね、あれは特別な空間なんですよ、うん、あれあのなぜ特別な空間ということは、お金持ってたり権力持ってたりじゃないんですよ、
そういう一つの国を代表する存在、それも特に2600年の歴史を持つ天皇がそこにお座りになる場所ってことですから、もうはっきり言うと和歌とか小池ね菅ごときが一緒に座るべきじゃないんですよね、うん、というようなことを当たり前のことを宮内庁も言ってないところ、宮内庁も問題なんです、政府も問題なんです、閣僚の中からも何も出ない。今後ねこれを前例にされたらとんでもないことになるわけ。そうです、いやそうですね、だからうちの子供なんかも見ていて、はい、いやもう50年後でもいいからとにかく東京オリンピック来てもらってもう一回ちゃんとしてもらわないと、うん、なんかすごく嫌だってなんかもうなんかそんなこと言ってましたし、うん、いやいやすごい気持ちわかるねでもその人だってそんななんか星だ左だじゃないでしょ普通の感覚でしょそれ。いやもう今回やっぱり右も左もなく大騒ぎになってるのを見て、だからやっぱり、まあ、菅さんのだから支持率もありま、うん、出てますけども、うん、こういうのもあの関係してるとは思うんですけどもね。いやすごい関係してると思うよ、はい、だから菅さんとしては、うん、オリンピックをやってねメダルラッシュになって盛り上がって、うん、自分の支持率も上がって、うん、そして自民党再選されて総選挙でも勝つというシナリオがあったわけだけど、うん、オリンピック自体はまあ良かったが 64%、うん、これは他の世論調査でも大体そうなんですよ、はい、ただ内閣支持率はこれは全然その反比例してしまったと、うん、つまりもう菅さんの目論見は完全に途絶えてしまったということですね、うん、まあ、あの 28% まで落ちてるね、はい、あの統計もあるしね、あのアンケートもありますから、これあの数字は多少ばらつきありますけど、はい、傾向は全部一緒です、落ちてるっていうことですね、はい、オリンピックは良かった、しかし内閣支持率は全然それに反比例した、うん、そうなんですよ。これは結局どういうことですかね。もちろん皇室の不敬問題もあるんだけれども、あのこれねまとめて菅内閣のね、はい、ことは言わなきゃいけないけども、はい、あの少なくとも一つはやっぱり経済政策ですよね、はい、これは安倍政権の問題あるんですけども引き続いてるから、つまり消費税を上げてね、はい、そのままデフレ政策続けてる、はい、っていう状態だから景気が全然良くならない、それであのデフレがこう続いて不景気になってる、みんなが困ってる、失業者出て、かつまた若い人たちがねこういう苦しんでるって、こういう状態についてはウイルスのせいにしてるんですよ。じゃなくて今まで菅政権が、まあ、あの安倍政権から続いてねやってきた経済政策がうまくいってない、うまくやってない、これが一つの原因だった、あるこれがあるのと、ウイルスに対してどうですか、めちゃくちゃねあの泥縄式っていうかね、はい、GoTo キャンペーンやってみたらいいね、それで増えたっつってすぐにまた緊急事態だ、アクセルとブレーキを同時に踏むというね、そうめちゃくちゃでしょこれ。それとねやっぱりね発信、あのこれ菅さんでなくてもという人もいるんだけど、やっぱりこれは総理のキャラクターっていうのがあるわけですよ、うん、やっぱりね一言で言ってあの人は器じゃなかったということでしょうね、うん、ま、そうですね、官房長官の時にはねなんかこうあの、まあうん、控えててやってたっていうイメージがあったと思うんですけど、うん、今のイメージっていうのは、うん、なんか頼りにならない、そしてうつろな目をしている、うん、なんかこういう大変な状況だからリーダーシップを期待したいけれども、うん、それが一切見られない、何かあるとすぐコロコロ政策が変わるという、うん、ちょっとそういうところはもう見えてきてるのかな、ね、限界だなっていう気はしますね。もうそうですね、自信のなさの表れっていうね、うん、あのやっぱりねそのコロコロ変わるっていうね、あのそれを真面目にまともに考えてない、うん、私たちが見てるのはオリンピックで見たのは選手たちが本当にそれに集中してね真剣にね自分の本当に、うんうん、全身全霊をかけてその目指すものをね戦ってきてる、でも菅さんの場合そういうの全く見えないですよね。でこういうものと、もう一つはやっぱり、人権非難決議ね、中国に対するこういうものの腰の引け方、うん、あの二階さんとか公明党におもねってね何も言えない、こういう姿を見てると、あのそれでアメリカ行ったらアメリカ行って今度は今日もバイデンとね、うん、あの電話会談やったんですけど、しっかりやりましょうと、軍事力も強化しますって何も予算やらない、こういう口ばっかりの話でね、あのこいつダメだともう思ってるんですね。それとやっぱり決定的だったのはこれ今日の、あの昨日の、あのあれもあれでしょ、昨日じゃない一昨日か、あの
視聴率良かったんでしょ、 5割ぐらいいってるんでしょ。そうなんですね、あの、いや、五輪の閉会式が 46%、 あの、ね、開会式も相当いっていて、49%ぐらいいってますよね、確かね。もともと開会式が 56.4% なんですね。だけれども、あの、閉会式も相当いってて 46% で、うん、まあ、毎回ね、開会式の方が、はい、それは、それはそうあるんですけど、でも 46% って相当みんな見てたっていうことですから、はいはい、今時のあれでは大変なことですよ、うん、その時ね、やっぱりね、あの、菅義偉のね、あの、陛下の、陛下っていうか、今度は御子殿下ですけどね、御子殿下の時もね、あれというの、あの、立てなかったこういうね状態、それから、あの、非常に私が見てて注目したのは、御子殿下へ行ったのは大体2回ぐらいしか行ってないですよ、ショットが、はい、あの、ね、おいでになって、お出ましになった時と、はい、それから途中でちょっとね見てる様子をね、それだけですよ。もう本当にそういう意味での NHK やいろんなものの、ね、はい、あの、映像の、ね、処理、あの、こういうものがね、全然やっぱり反日的な政治的な匂いに満ちてたっていうね、こういう感じがするんですね。で、あの、今回の場合も、あの、大竹さんの宮沢賢治のあれも、はい、あの、一応内容なんかをざっとざっとね、あれすると、やっぱり反戦、平和、イマジンの世界、あの、こういうのがね、やっぱり現れてるし、アイヌもやっぱりやったなと、ね、アイヌの古式舞踊とか言ってね、うん、それもだってマラソンとかでもやってたでしょ。やってますね。レポートをね、あの、北海道でちょっとしてもらいましたけど、はい、結構しつこくやってましたよね。いや、もうはっきり言ってあれを見てると、あの、まあ、日置さんっていうプロデューサーの、うん、もう今ネットで見ると、とにかくボロクソ書かれていて、うん、反日、うん、そして日本がないで、うん、私は当時、あの、その時はツイッター見てなかったんですけど、うん、うちの娘が言ってましたけども、うん、日本らしさっていうのが実は消そうとしてるんだ、わーって出てきたらしいんですよ、そのツイッター上で、うん、要はない日本らしさが一つもないってことの、うん、なんか言葉としてツイッター上、そのと、あの、うん、視聴率上がってる時出てたみたいで、うん、多くの日本国民は変だと思ってる、うん、でこれまたパラリンピックでもなんかプロデューサーやるそうなので、うん、これ誰も責任追及しないんですかね。あの、結構政治家も相当ボロクソ書いてるんですね、和田さん。ああ、そうなんですか。和田、あの、参議って、あの、東北 の、 あの、元 NHK の、もう結構いろんな人が書いてるのに誰も追及しないのかなっていうのが、そこなんですよ。私ね、うん、ちょっと日本の保守の人たちが言った時、そういうね、人がいたんですよ。もう始まっちゃって選手頑張ってんだから言うのやめようってね。で、今頃になって終わった後ね、うん、あの、だから我々言った通りでしょうと、あの時ね、生放送でね、あの、日本がない、うん、あの、日本を消そうとしてるっていうね。でも本当に世界中のもう200カ国以上から皆さんね、集まった人たち自体は日本を知りたい、うん、日本って国ってどんな国だとかね、そういうものを知りたいために来てるわけですよ。それを、その、なんだか無国籍料理を食べさせられたらね、何のね、あの、来た意味もない、で、外へは出るなね、ということでしょ。だから本当ね、あの、完全な無国籍じゃないんですよ。なんか日本的に見せかけてるから、外国の選手やなんかに誤解をさせちゃうんですよ、これが日本だというふうにね、うん、ああ、でも、まあ、さすがにね、芸者だと昔のね、はい、なんすか、藤山芸者とか、はい、とかすき焼き、あのイメージよりもっと悪いですよ。そうですね、あの、この男自体は日本のこと全然分かってないし、日本人の自覚もないし、うん、その伝統や文化ってものに対する敬意もないし、敬意というか自分の中にないですから、こんなやつを選んだやつは組織委員会ですよ、うん、ね、まあ、はっきり言って森さんとね、あの、ね、橋本聖子、その周りにいる連中ね、でなんか地味にしたいって今頃言うんじゃないよと、うん、160億も使っといてね、開会式にね、地味で地味で地味どころじゃないですよ。3億あれば江戸花火2万発やれますよね、電通が中抜きしなきゃやれますよ本当で、ねぷただってだんじりだって、あの、博多山笠だって、うん、あの、祇園のね祭りだって、神田明神の祭りだってね、あれみんなやってごらんなさいよと、あそこ、うん、先週来た時エッサエッサでワイサワイサやったら、みんな乗っちゃってね、で、あの、スポーツの祭典なんだから、うん、やっぱり躍動するものの方がいいんですよ、うん、だから、あの、唯一東京運動の時盛り上がったのはそうであってね、うん、その前 の、 あのアイヌとか沖縄なんか陰陰滅々とするもんだよ、盛り上がるわけないじゃない。あれは政治的にだから、うん、あの、虐げられた人たちのね、眼差しがあるとかね、それは日本破壊 の、 あ の、うん、あの、いわゆるセレモニー狙ったわけですよ、はい、イマジンもそうだったし、あの、こういうようなねことを我々許しちゃいけないし、何よりもそこに現れてるのは菅義偉が
陛下の横に抜け抜けと座った、うん、この朝敵ですよこんなやつは本当に。だから皆さん絶対に落とさなきゃダメですよこれ。日本人の誇りにかけてこのね反日あの二階とかねこれ含めてね我々落としていかなきゃいけないと思いましたね。日本文化の破壊者です。だから私ね自慢で言うんじゃないけど本当に、うん、だから言ったでしょと日本の保守の人たちのね文化意識の低さね。あれ見てね恥ずかしいと思わないやつはいないですよ、うん、こんな二流三流のねどれだけニューヨークとかねああいうところブロードウェイのね人たちが小ねいわゆるショービジネスのねこういうものに頑張ってるかどれだけ切磋琢磨してるか。踊りだってあのふやけた踊りもう、うん、なんか東京スカパラなんとかなんね別に彼ら日本では一流かもわかんないし、うん、一部では人気あるかもわかんないけど悪いけどその音楽のレベルで言ったらね全然でこのやつでやってたってね日本人らしくないでしょそんなの、ね、二流の芸人さんって言ったらちょっとスカパラの人に失礼だけどもそういうね人たちを見たいと思ってるわけじゃないんです。あれだったら津軽三味線とかねもうやり方あるんだよ。津軽三味線、津軽三味線もそうだしあの太鼓だって1個じゃなくて100個揃えろと100個でどんどこどんどこどんって来た時ねやったらもう場内中が ね和太鼓やってねそれもうてんてけてんでてんてけてんどんどこどんでねやったらみんな大喜びですよ。でそこにちゃんちゃ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 ってやったら東京音頭が出てきてだったらみんな踊り出しまったらドドンがドーンっつってね、うんうん、もうそういう当たり前のね私これ実はイベントのあれが好きなんでもうこういうのこういうねクソみたいなね三流どころか四流五流のね、うん、小学校の学芸会みたいなね演出やって恥を知らないことを見るとね、お客の立場に立ってないですよね。あんなね、コマ回したりね、縄跳びやったりね、自転車でピョンピョンやったりね、それ誰が喜ぶか。だから選手がもう途中でどんどん帰っちゃったというのはね、当たり前でしょ、あんなのね。そうですね。でも逆にうちの娘がね言ってたのは、なんかねあの時に日本を取り戻さなきゃってなんかこう普通に言われていたらしくて、あれで、ね、なんか反面教師で意外とあの時に日本は一体となってこの大会許せないってね、実はねナショナルな右も左もまとまったんじゃないかってことを言ってましたよ。なので日置って調べると反日無能って出てくるんですよ。そうだよね、今ネット上は、うん、反日だから反日無能だね本当に。それでやっぱりもう右も左もなくかなり相当日本国民が怒った瞬間ではなかったかと。それはガンガンやるべきだね、はい、訴えるべきだし反日無能といえば日置さんもそうだけどどっかの総理大臣もこれは日置さんの日じゃないですよ、ね、という気がするんでこいつもダメなんだよね。まあ、そういう意味ではね、うん、こういうオリンピックのことを皆さんね、感情的に言ってるように聞こえるかも分かりませんけど、はい、実は極めてこれ当たり前 の、 私は一応プロですからこういうイベントプロデューサーとかディレクターもやったりね構成もやったりやってますけど、それともう一つこれで電通がねどのぐらい取ったかこれちゃんと皆さん国民の、ねうん、手でどのぐらい中抜きしたのか演出料だプロデューサー料っていうのでお金取ったのかねこれ全部確認した方がいいですね、うん、そうですねこれとんでもないですよこれ、うん、でもう一つねちょっとさっきアイヌのねあれが出ましたけれども踊りの問題出ましたけどねこれ皆さんね、はい、地上波でどんどん流してんだよね、うん、コマーシャルもね、はいはい、それもゴールデンで流してますよ。一応皆さんねこれも30年前の お値段ですから上がってるのか下がってるのかちょっと、まあ、デフレだから分かりませんけど15秒スポット広告15秒スポット広告ですよ15秒のコマーシャルを1回流すと110万円でした定価がねそれ考えてみると100回200回やってるわけですよ、はい、で15秒の110万円のものがテレビ局に入るわけ15秒1回流すと10回やったら1500万円ね1100万円、うん、10回流すだけですよ、ね、各テレビ局の民放でゴールデンタイムっていうかそういう時間でそれ4局6局 TBS とかね日テレテレ朝フジテレビテレビ東京5つね8時台でそれをやるとして5回やるねやるだけでも皆さんお分かりになると思います。
これがずっと1ヶ月やるわけですよね。だからこれがデフレで多少安くなっても傾向はもう間違いないですからね。だからそれが例えば100回200回って契約するわけだ。それでもちろん割引もやるかもわかりません、はい、でも割引はお互いにしない可能性があるんです。国の費用だと、だけどね、テレビ局にも落ちる、はい、それから電通はだいたい 15% あのそのコマーシャルを作った料金じゃないですよ、そこに紹介してやったと、テレビ局にその枠にそれを流させたということで手数料 15% もらってるはずです。ということは1回につき 15%、まあだから16万20万ぐらいもらってるわけですよ。でそれが100回やったらそれだけでわかるでしょ。だからウポポイなんか今全国でこれ流れるわけですよ。そうです。で旅行はするならずと言っててね、矛盾してるじゃないですか。まあ、矛盾してるんですよ、でこういうお金がそれでじゃあコマーシャル誰が作ってるんだって、これまた電通なんです。電通ですよね。でコマーシャルの制作料、演出料、企画料、構成料、出演料、照明、音声なんだろう、全部電通式でやる、全部上前跳ねるわけですよ。ね、で下請けにやらせる。でこういうことが起こってて、この間札幌のマラソン競歩、はい、あれもウポポイじゃなくてあのアイヌ踊りやったでしょ、はい、あれだって電通がこれ私確認しました、これ録画もしてあるんだけども、いわゆるアイヌ総内閣府のね、はい、アイヌ総合政策研究、はい、創作対策室、はい、ここのとこ聞いたら、国からお金が出てる。でどこに出たか、電通に出た。電通から財団法にアイヌ文化協会、このところに出て、そこからあのまた市とかなんとかに、ね、流れていくって、変でしょこれ。そうですね。だから国から電通に出て、そこもそこでまた中抜きするわけですよ、抜いた後また下に流した時、今度はあのアイヌ文化協会が雇うっつっても、そこで丸ごとそこで抜くわけです、また。でその後下請けにまた出して、市とか何かに出して、でまたやるというね。でその制作自体も電通がやる。だからこの間のアイヌのあのマラソンのね、踊りの時、バックに背景にアイヌのなんかいろんな文様が出したりね、あれだけですよ実際は。あれだけのイベントでものすごいお金もらってるんですよ。でこれ国から出してますからね、それでその反日的なことをやったわけだから、もう二重三重とんでもないですよ。まあそういうことですよ。まあ、やりすぎですよね。あの今回あのやっぱりうちの母はどちらかというと左系なんですけど、今回ほど怒ったことないって言ってましたよ。やっぱりものすごく日本がないし、してアイヌもやっぱりやりすぎだっていう印象を持ったっていう。そうだよね。繰り返し、そしてもうあのまさよもやその閉会式でも、もっとその東北の復興って言っていいのが東北のとの字もないじゃないかという。そう、復興したあの辺のね、福島とかね、いろんなところのね、あそこ被害を受けた青森県からね、茨城県のね、東北の人たちがどういうふうにやってるかね、あのみんな本当にね、あのそういう復興のところのね、あれからありがとうとかね、みんなね、世界の人々を助けてくれてありがとうとかね、いろんな、それからあそこで踊りもあるんですよ。それからあの盆踊りだって始まってんだから、ね、仙台の七夕のあれとかね、そうです、みんな山形のあの花笠踊りとか、いくらでもあるんですよ、東北には。だからそういうことを、あの秋田の関東青森のねまたね、まあ、人の心があればね、そういう復興五輪って言って別にそこでこだわることないけど、さりげなくそういうね、あの今こんなになりましたというね。いや、ただアイヌとかね、あの沖縄が出てくるならむしろやっぱり東北推しですよこれは、その趣旨から言ってもね。だからいかにこの政治的なね、あのニュアンスが強かったか、まあこういうような感じが、まあ、するわけで、あの本当に思い出すたびに腹が立ってくるんだけどね。あのね、私たちは映画とかテレビドラマやいろんなものを作ってる時ね、まあ、こういうイベントの演出も私やったことあるんだけども、そういう時やっぱりお金と相談しながらね、どれだけあの見ていただくお客さんに喜んでもらえるかっていうね。だから例えばね、こういうことあるんですよ、例えばこういう映画私あんまり撮ったことないけど、例えば大金持ちのうちの前に車が1台止まってるってシナリオ書いてあるでしょそれをね、いや本当だったら超高級なベンツを借りてそこに置いとくとか、でもそうか、それじゃダメだからクラウンであれにしようかってね、何十万違うんですよ、ワンカットの中に。例えば5秒6秒そのね
邸宅の前に1台の車が止まってるってだけの、その広いワンカット撮るだけ10秒でも、そこのそれをベンツを使うかね、あのセッチリを使うかとかいろいろね、それによっても値段違うから、それだったら10万円ぐらいなんですよ、あの借りると。でもそう立派なものロールスロイスとかね、そんなものやったら大変何十万、もう下手したら100万ぐらいかかるかもね、という時、ね、そうです。そういうような形で、あの選び方があるわけです。お金がなくてもね、本当にどれだけ喜んでもらえるかって、だから工夫するんですよ。あのこういうね、あの例えばあの変な話だけど、ベンツのねあれだとしたら、そのベンツをやりたいけど、そこのマークだけ後ろにやって他を別の車にくっつけちゃうとかね、そこだけぼんやりさせてね、というようなことも考えたりいろいろするでしょう。で今回の場合はお金160億ぐらい使ってるっていうね、開会式にね、このことを考えた時、皆さんね普通に考えて、あの江戸花火3億円あれば十分できますよ、2万発ね、すごいですよ、うん、そのぐらいやれるし、あのネプタだって何だってね、何億使え、160億うちのうち、ね、5億ずつみんな私3億ずつ渡してごらんなさいと、だんじりから何から、うん、それだって5つの場所のお祭りね、5億円ずつ渡って15億円でしょ、160億のうち10億円使ってものすごいものみんな見せられますよ、もう贅沢の限りじゃないけどもね、5億円でやれば花火は上がるわ、お祭りはねぷたからね、何からだんじりから何からみんなやれる、みんなが参加する。歌舞伎だってね、元あれもう本当に猿之助が空中から来るとかね、あの前に宇宙飛行士がなんか飛び降りてる ロサンゼルスでオリンピックでやりましたけど、あのもう本当に猿之助が前に空中のやったけど、海老蔵だってもうちょっとかっこいいね、やりしたいし、もうどうせ会うなら七夕だってことで、空中でね、海老蔵とね、あれがカーってね、玉三郎がね、空中で二人で出会うみたいなね、そこで踊るようなね、ことぐらいやってみろと。もうこれはいくらでもあるわけですからね。160億だろ、私らが半分でももっと、あの3倍ぐらい立派、まあ、3倍じゃない、10倍ぐらい立派なものを演出しますよ、これ。本当にね、やろうともいくらでもできるんだよ。金取ろうとしてケチるっていうかね、自分で金取ろうとするから、うん、本当にいいものを作ってみんな喜んで世界中をあっと驚かせて、すげえな日本というふうにするつもりがないんだよね。もう閉会式に関してはね、私は全く素人だけど、私がやってももうちょっとは盛り上がれると思いますよ。わざと金使ってね、なんであんな陰陰滅滅と盛り下げてね、そうそう、みんなもうだから怒ったんですよね。だらだらだら長くてね、その最後これでやっと終わるかと思ったら、大竹しのぶさんが出てきて、またちょっとそこで時間を取っちゃうよ。どちらかとしてね、いや大竹さん一生懸命やってんだけど、あれだって意味ないもんね。本当意味ないですよ。とにかく中年の女が出てきて歌歌って、子供が横でこうやってああなんてやってね、それだけだもんね、うん、だから選手はね、あの入ってきた時にわけあいあいでこう写真なんか撮りまくって、で東京音頭で盛り上がって、そこでもう終わっちゃいんですよ、うん、だから本当に大竹しのぶなんかね、あれちょっと分かんないけど、銀河鉄道とかやるんだったら本当に銀河作ってやってね、空中にで舞い上がってって、ずっと子供たちがね銀河を渡るってね、いうぐらいのことをそうやったって、全然あのお金がね十分できますよ。それはもう語りだけですから、ね、1億あげればもうお釣りが来ますよ、たくさん。でそれだけみんなうわーっとびっくりするようなね、とか もっと言えば、最後は選手たちがね、金メダリストとかでなんか、うん、もう空中に浮くとかなんかね、そのぐらいサービスしてみろと、お喜びするよ。ロンドンやリオの時の方がよっぽど良かったですね。いや本当でしょ。いやだって頭に想像力ないんだもん。そうですね、お客さんに喜んでもらって、みんなね見せ物も見たいし、それからお祭りも見たいし、その国の国情というかね、そういう人たちの庶民の生活やね、ああいうものも見たいし、交流もしたいし、うん、全部拒否してるでしょ。日本というものないから、日本はむしろそういうものが売りだったわけだけど、うん、わざわざ金かけてね、うん、とんでもない大失敗ですね。変なまずいファミレス行って、うん、頭きて帰るようなね感じがするの。あの何でも料理がありますよと、和洋中ありますよって言って、全然和洋中でも何でもない料理、うん、もどきね、そうもどきをね、うん、ということでここまで言えばもう十分かっていう、ね、ほんまかいなっていうか、もうボロクソ言ってますね。ほんまかいなんですよ、ほんまですよ本当、うん、本間さんもやっぱりね、それはやっぱりお子さんがね、
そう言ってるっていうのは本当に極めてお母さんも娘さんも正しいこと言ってるなって正しくて、いやなんかあのいつも私に対してなんでそんな保守やってるのっていうの、うん、もう賛成する、もうあれはああいうのはね叩き潰してくれって言ってねすごい今日はあの明るく2人にかね、あの見送っていただきましたけど、そうですよ、あの、はい、今ちょっと誤解がないように言っておきますけど叩き潰したらアイヌそのものを言ってんじゃないんだよ、インチキなものをね、まがいもののアイヌということは良くないよと、私たちが本間さんもやってくれましたけど、あそこでね、あの札幌でね、はい、あの本物の無形文化財としてのアイヌ の 本来のアイヌの踊りというものを再現してすべきじゃないかと、勝手に作ってね、あの形変えてこれがアイヌの古式舞踊だなんていうのは、うん、これちょっといかがなものかっていうそういう話なんですよ、ね、あのアイヌというのは、まあ、いろんな考え方ありますけれども、あのこれは歴史的に間違いないのは13世紀あの現れてるんですよ北海道にね、うん、あのということはどういうことかというと、 おそらくオホーツクの千島の方からか、あるいは、まあ、いわゆる今あのいうカラフト、ロシアはサハリンって言ってますけど、うん、そちらの方からオホーツク族として、あの元ですね、うん、あの蒙古とに追われて戦いをやって戦争をやってね、蒙古とで追われて、一部がそっち流れてきて北海道に侵入してきたあの人たちなんですよ、うん、でもそれは同じような古いモンゴロイドとして、あの私たちの国は縄文人も含めてね受け入れてるんです、で共に暮らしてるんです、いろいろそういうふうに、まあだから悪い方すると侵入民族っていうね、いうことも先住民でも何でもない、うん、古いところに住んでるところに新しく、まあもちろんに現に追われて逃げてきたんだけども、それで北海道に入ってきてそこで住んでるわけでね、先住民族でも何でもないっていうね、このことは言わなきゃいけないですよね、うん、そうだと思います、はい、うん、まあ、というようなことが含めて、まあ、皆さんあの今回ねこのオリンピックの問題あるんですけれども、あとやっぱりですね、これはちょっと、まあ、政局の問題ですけれども、今一番大事な問題は今総裁選と総選挙、うん、これが逆になるんじゃないかと言われてるんですね、私は逆になるんじゃないかと思いますけども、つまり何かというと、総選挙をやって総裁選っていう話だったんですけども、今はもうむしろ先ほどちょっと本間さんからも出たように内閣支持率がもうどんどん落ちてる、うん、もう 28% っていうところもあれば 35% っていうところもある とにかく今まで最低の状態になってる、そういう中でもう菅を変えたいっていうことあるんですよ、で新しい新鮮な総裁を選んでそれで選挙を持っていこうと、うん、このままじゃオリンピックで人気が出ると思ったら全然出なかった、で 無能反日無能というね、日置さんと同じような人だっていうのは分かっちゃった、指導力もないでコロコロ変えるで弁解ばっかりしてるというね、もういわゆる死に体になりましたね、そうですね、死に体ですね、うん、まさにね、うん、だから菅さんとしてはオリンピックも一応成功したし、もうワクチンもそこそこやってるし なぜと思ってるかもしれないけど、もう今何やってももうダメという状況でしょうね、あの、はい、つまり なぜダメかっていうのがね、ご当人分かってないと思うんだよね、あの本当はね、あの人間というか失敗したりなんかすることあるけど、あのね、一番問題なのはやっぱりコロコロ変えたりするっていうのは一生懸命さ足りない、あの選手たちのあのねひたむきな、ね、政治に本当にもう死に物狂いでやってる姿勢 見せなきゃいけない、でだからあの無観客で私はあのもうずしんときたと思いますよ、うん、あの日本人は菅さんがね、だってプロ野球だとかサッカーとかみんなやってるのにね、観客で高校野球だって一応一部入れてるでしょ、はい、全部入れ満杯にしろとは言わないけども、うん、半分とか3分の1とか4分の1とか入れてやることがどれだけ選手に力になるか、で現にあの宮城県では入れてるわけから、ね、入れてますからね、うん、結局そういうことをやらなかったっていうのは結局自分の身の安全をね考えて選手や国民のね、うん、一体化するねオリンピックを真面目に政治で考えたと思っちゃったんですよ国民はね、うん、だ命が大事だとか嘘つけと、だったらそんなの死に物狂いで70兆も使ってるって言うならね、病院とかああいうベッドとかね、うん、あれ1年も8ヶ月も経ってんだから作りゃいいんですよそんなの、何今頃になってねあの満杯になりそうだとか言ってるんだって、お前は維新か大阪のと、ね、これね、オリンピック成功となの支持率に結びつかないのはね、やっぱりこれ
菅さんでなくてもこれ国際公約だから正直言って誰でもやったと思うんですよ。ただ観客を入れられなかったというのはこれ菅さんの個人の責任だという、うん、そこら辺がね国民になんとなく分かってんじゃないですか、うん、そうでしょうね、はい、あのやっぱりどんどん増えてるしね、うん、はい、何もあんたが言った通りやったって何もうまくいかないんじゃないかっていうね結果見えますからね。やっぱりどうですかそれは。いや、まあ、見てるとというか状況主義っていうか、うん、なんかうまくいかないったら左にする、うん、左ダメだったら右にするっていうふうにしか見えないっていう、うん、もうこうしていくぞっていうそれはないですね。ないですね。あのそれとねやっぱりね、うん、発信力がないんですよ。同じ状況でもね、うん、変な話だけど、まあ、小泉純一郎的なね、うん、あれも問題はあるけれどもやっぱりねあの今までの内閣と根本的に違うのがやっぱこの人はどう転んでもナンバー2の人なんですよ、うん、だから官房長官としてはねそれは良かったかもしれないけど官房長官の時は最終的な責任は総理である安倍さんが取るからねあれだったんだけどやっぱりねこの人はもう一言で言ってあのナンバーワンになっちゃいけない人器の問題ですよ、うん、だからこれを担いだね二階さんもいけないしやっぱりあの自ら出ちゃった菅さんのあれが出たんじゃないですか。そうですね、はい、これ平時ならまだごまかせるんだろうけど、まあね、こういう時にね今ねその細田さんとか安倍さんがね皆さんこれはあのここから分析みたいなの入ってきますけどね、うん、あの一応その菅さんを支持すると一応建前で言ってます。あの細田派っていうのは安倍さんとかねいろんな人たちに属するところですけど、うん、言ってますけども、うん、これはあの政局的な問題で言うと幹事長のあれを明け渡せとつまり二階から剥奪せよと我々のところに持ってこいと言ったら菅さん支持してもいいよと、うんうん、それで選挙で負けたら変わってくれとそういうね状態なんですよ。あのだからその総裁選挙の場合の問題でいうと幹事長が誰になるかでこれはすごく大事なことです皆さんね。二階っていう人をあの葬っていくってことは日本のこれから国防安全保障も含めて二階がどうなっていくかっていうのはすごく大事なことなんですよね。で今まあこんなごちゃごちゃやってるどこ状況じゃないんですけど細田派というかそういう、まあ、いわゆる微中ではないと言われてる人たちのグループはそこの幹事長の椅子をこっちに持ってこいと。ただ水島さん、さわさりながらですよ二階がそんな簡単にね明け渡さないですよ。いやもちろんだからもう大変なことになる。だからもちろん何をするかってことですね、はい、そうすると二階は今野田聖子を捨ててですねかわいそうにね緑のたぬきですか。緑のたぬきじゃないけどねあの緑のね あのお姉さんね、はい、あのつまり小池百合子をまた持ってくる。で小池百合子はこれちゃんとね東京オリンピックのことやりましたあれ終わりましたからじゃあ次はねあの国のために働いてみたいというねいうようなことで、まあ都民ファーストのそういうあれもくっつけて、うん、あの自民党に合流するようなね形で二階派とくっつく可能性がある。そうするとこれ公明党、はいとかね、あのそれから菅さんも一時的にとにかくメンツでもう一回やらせてくれと、ね、すぐに小池がねあれ、うん、総理になるというのは難しいんですよ簡単にね。まず衆議院議員にならなくちゃ、まずそれもありますし、ね、できませんからね。でそういうようなことをやると二階が幹事長をやって選挙を仕切って菅がやって菅もメンツを立ててそれでそっちの方が流れを作っていくっていうようなことをやりかねないんですね。あの今言ったようにその美中派というか親中派の人たちが今やってるのはそこであってね。で中国もこれ応援してます、うん、で中国は応援してるのはやっぱりそれも財界も中国とビジネスって言ったら財界もくっついてるところもある。だから根強いんですよ。で、ね、中国としてはねもうあの美中派でなくちゃ困るのは来年の北京オリンピックというのがあります、うん、これはあの東京オリンピックの日じゃないくらいに中国にとっては威信がかかってるわけですからこれをなんとかするためにはどうしても日本で美中派の内閣が続かなくちゃいけないということでいろんな仕掛けをしてくるでしょうね、うん、あの、はい、まあだから今回の国会決議ができなかったってことはね、あの美中派だけじゃなくてね、うん、そっちのねあの中国に対してやるつまりあのこの美中路線ってのは安倍晋三から始まってるんですよ。
あの安倍内閣のね、うん、あのニーハオというのを覚えてると思いますよ。東京タワーに赤い火を灯してね、中国の皆さんおいでになるの待ってますって言ったら、武漢から大量に1万人ぐらい来てくれてね、日本中にウイルスが流行ってくれた、安倍さんありがとうっつってね、ウイルスの集団感染をさせていただいてって、うん、そのぐらい言わなきゃいけないところあるんですよ。あのでやっぱりそこのところで路線をね、安倍さんも変えたんですよ。あの両方とも、ね、両天秤やるみたいなね、うん、形でやってる。でこの安倍路線というのは実は、バイデン路線と非常に重なってるんですね。あのね、安倍さんの保守路線というのはあのトランプじゃないですからね、仲良かったって言ってますけど、現実にはグローバリズム経済、新自由主義経済、うん、あの竹中、ね、アトキンソン路線ですから、ということはバイデンに近いんです。実は一見中国に対抗するようなものを見せながら、現実には下ではお金とか経済では全然あの中国と結びついてる、うん、バイデンというのはそういうことで、トランプの場合はそこがもうちょっとはっきりしてたから、中国やっつけるぞと、うん、こういう状態になってた。だから安倍政権の末期の一番いけないところはやっぱり中国へ中国へとなびいちゃったことですね。そうです、うん、それもう路線作ったんですよ、はい、で私は正直言うと安倍さんその今頃になってね、あのデフレ経済の中で増税はいけないとかね、あの財政出動しなきゃいけないって、うん、どの面下げてお前言うんだと、7年もやって8年もやってね、私は本当に腹立つんだよね。あれほど言ってるだろうと、我々直接も言ったことある。こういうデフレの時増税しちゃいけないし、財政出動して、ね、政府が主導でやらなきゃいけないインフラ整備とか強靭化やるべきだってのは言ってますよ。今頃になってね、散々日本の経済ボロボロにしといて、今頃になってやったら靖国へ行くわね、増税しちゃいけないと、お前が2回もやったんだろう、うん、消費税とかっていうことを言いたくなるのは、私はおかしいですか皆さん、ね、いや社長はもうね、最初から全然揺らず揺らがずはっきり言ってるんですけど、まあ、政府が揺れていったっていうか、まあ、そうですよ、グラグラのね、まあ、でこういうことをね、やっぱり私たちは今新党くじ盛りで、ね、進めてるのはそこですよ、はい、あのやっぱり本間さんがね、今代表で一生懸命先頭でね頑張ってくれてますけど、そこのところを我々のところはブレてないですよ、ずっとね。それは何かって言ったら、誰が言ったら国民の幸せを考えるってことです、うん、本当にじゃあ安倍内閣でね、国民が幸せになったらなってないですよ。どんどん寂しくなり、経済を衰え、そしてこうなってるわけですよ。でちょっと安全なんかこう安全法ですか、うん、ちょっと中途半端なのやったからって、もちろんそれ やらないよりやった方が私もいいと思ってるし、あの時はね、皆さん、はいはい、我々はみんなで総合して退去して押し上げて、あの左翼の 大軍とね、我々退治してね、やったものやってますよ。ただあれをピークにして、そっからあとはめちゃくちゃでした ね、うん、だからあれも まあ、ピークっちゃピークだけど、もともとねちょっとそういう体質がねあったとこあったと思うんですけど、つまり相当だから靖国神社も行けないしね、はいはい、こういう状態になってったっていうのはね。で私はね、あの靖国神社を辞めてすぐ行ったのが帰っていけないと思いますよ、うん、つまりあの安倍さんでもってしても在任中には行けなかったと、そういう前例作っちゃったね、はい、たとえ1日前であってもね、在任中に行ったということだったらいいんだけど、うん、終わってからですからね、あの腰抜けっつったってね、それでも在任中に行ったら拍手しますよ、はい、まあ、在任中は在任中だから、ね、もらったら、ね、まあ、1日前だから総理として行ってくれたらよかったって、はい、お話評価しますよ。でもね、やめてからね、のこのこ行ってね、何度行こうと靖国神社の偉い怒ってますよ。今頃来るんじゃない、どの面下げて、ね、偉いの前に手を合わせるんだっていうね、っていう感じがちょっともう最近言いたいこと言ってますからね本当にもうあの本当にそういうことはあると思いますね。ただだけどね、じゃあ菅さんとじゃあ比べるとどうだってなるとね、いつもあのいや、それは器としては安倍さんの大きいですよ、あの政治家としてはね、したたかですから、そういうのはね、あれだけど、私今ね、私は警戒したのは小池百合子さんなんですよ。それでね、その小池さんっていうのは今までも衆議院に出るだろうと言われてたんだけど、去年オリンピックやってたら出れなかったんですよ、うん、っていうのはその直前に都知事がやってたから。ところが今年1年延期になったから、もう一応でオリンピックも終わって、都知事も1年以上やあの再選して立ってるわけですよ、うん、だから私はね、あの今度の総選挙で出ると思います。というかこれで出ないともうであの出番がないからね、うん、で小池百合子ですから、東京のどの選挙区で出ても、まあ、多分当選はするでしょう、うん、でね、小池さんの怖いのはね、この人はその今まで見てて
必ずしも親中ではないんですよ。ただ ものすごい融通無限の人だから、うん、担いでくれる人が2回グループであればね、それはあの本音はともかく親中路線になるだろうということで言えばね、うん、で彼女 あの菅さんと比較にならないくらいのある種の発信力もあるから、ある意味でこれは怖いなと思いますね、うん、まあ、でおそらく二階さんはこれを担ぐ可能性は十分出てきてる、ね、あのもちろん小池っていう人はね、二階そのものもね、はい、利用お互いにそうですけど、うん、利用し合うっていう、ね、そういうなんか嫌な関係ですけどね、はい、あの損得でねそういうのやってるって、あのどうですか女性から見て、いやそういう政治家ばっかりで嫌ですね。特に女性の政治家でよく女性を、ね、うん、活用した方がいいっていうふうに言うんですけど、うん、私は女性だろうが何だろうが、うん、ちゃんとした政治家であればいいと思ってるんです、うん、なのでなんか女性活用って言ってやってきてるのが大体ろくでもない、あの野田聖子、うん、それと、まあ、稲田朋美さんも何だろうなと思いますし、ね、うん、まあ、今回のオリンピックだって、うん、まあ、小池知事そして丸川大臣、あの橋本聖子3人集まってサンバカトリオでこんな低たらっかいって思って、全くそう、はい、その女使ってこういうね、まあ、アホみたいな閉会式やるんだったらやめてほしかったっていう感じがしたので、うん、そうだね、まあね、まあ、はっきり言って、いやそういう意味で言うと小池さんはね危険だけれども、まあ、だから今あるそのなんていうか2回グループ親中美中グループと、うんうん、そうじゃないグループが総裁選を早めようっていう、まあ、戦ってるのがどうなるかによりますよね、うんうん、まあ、本当に、うん、そうだね。でこういう意味ではあのそのいい方と融通無限だしね、だからこれ本当にあの何にも考え ないからね、あの空っぽの器っていうところあるから、一番そういう意味ではどっちにも転ぶっていうかね、得になる方に転ぶ、そうなんですよ、だからそれが怖いのよ、国だって売るし、はい、ね、うん、あの国民だって売りかねないというね、うん、あのいうことだと思いますね。あの、まあ、そういう意味ではこれをでも支える人たちもいるんだよね、うん、だから本当に皆さん真っ当なね人間をこれから本当に選んでいかないと、やっぱり日本は本当にダメになってしまう。で特にね、親中美中はもう絶対にこれ国滅びますよ、うん、本当に、いや本当に滅びます、本当に滅びます。それも 1,2 年の、うん、もうそんななんていうか間が持たない間に、うん、もうなんか国を危うくするっていうことですよ ね、尖閣含めて。あの今年はですね、あの日の丸行進を我々やります。まあ8月15日、ね、これはね今回はあの新徳国盛の当主としてもね、本間奈良さんにも一緒に正殿参拝してもらう、それからあのね皆さんにも一緒に正殿参拝して、はいはい、あの今年は本当にいつも400人ぐらいたくさんの方来ていただくんですけど、これ靖国神社さんから あのご要望でね、うん、あの密になるとまずいから代表を、うん、あの参拝にしてくれということで、まあ、私はじめ10名ぐらいであの参拝しました、はい、ということで今年も、皆さんの代わりということで務めさせてもらって、代表参拝に、なります。ただ更新の方は別に人数制限ありませんので、ね、はい、更新の方はきちっとやりますので、ぜひお集まりいただきたいと思います、その際本当にちょっとそういう意味では、重大発表もちょっと我々も行いたいと思います。もう日本のこれ今回の日の丸更新8月15日ってのは本当に日本のターニングポイント、まあ、選挙の問題もありますけどね、うん、本当にそういう意味での日本の転換点、こういう中で私たちがどういう姿勢を見せるか、これになっていくと思います。あのそういう意味ではぜひ8月15日あの お集まりいただきたいと思います。あのマスクは一応していただいて、あのそれから旗とかあれは全部我々消毒します。あの握るところとかね、そういうところ、それからあの何かあった時も必ず消毒をやるということで徹底的にやりますけれども、あの今回はそれから靖国神社さんからあのご要望がありました。それは何かというとですね、あの、まあ、大鳥居の下で私たちは一応最後集まって更新終わった後ですね、君が代を斉唱海浮かばを斉唱します、そして、金城陛下の宮坂をお祈りして天皇陛下万歳と、うん、万歳三唱を行いますけど、この問題でいうとあの君が代とか、海浮かばみんなで合唱しないでいただけないかと、心の中で歌っていただけないかというあの靖国神社さんからのご要望がございましたんで、私たちはもちろんそれに従うことになります。だから声を出さないで、心の中で、
曲は流す、歌って曲はもちろん流しますので、まあ、こういうような状態になります。遠足ではございますが心を込めて、安倉の英霊に、感謝の、誓いということで行っていきたいと思います。あの安国神社はいつも言いますけど、もちろん我々は英霊の皆様に日本の安寧と平和をお願いすることもありますけど、お願いするところじゃありません、皆様の祈りや希望、思いを、我々は後を引き継ぎますと、尊崇の念を捧げると同時に、まあ、あの後に続きますというお誓いをする場所でもあります。そういう意味での普通の神社でのお祈りとお参りとは違うところがあります。そういう意味でも一つ一つ今度の日の丸行進も、沈黙の行進です。シュプレヒコールをするわけではありません。しかし一歩一歩この日本の大地を踏みしめながら靖国神社に向かって、まあ、短い時間ではあります、あの40分ぐらいで、あの短い距離ではございますが、それを本当に皆さんと共に、まあ、行いたいと思います。ぜひあのお集まりいただければと思います。ということで、まあいろいろ話をしましたけど、本間さんからもちょっと皆さんにちょっとアピールを、はい、この8月15日、はい、ということで8月15日あの靖国においてあの皆さんで行進をするということと、今私たちはまあ、あの正殿の方に上がってお参りをしていきたいと思っています。本当に今の現状を見ると、そしてこのオリンピックの閉会式開会式見てると、あの先の大戦でお亡くなりになった人たち、あの後に続けと私たちに期待を寄せた方々に本当に何と言っていいんだろうかっていう気持ちがあります。うん、ただまあ今回見ていて、まあ、割合左に寄っている母も含めてですね、これは割にもひどいと、こんな日本じゃひどすぎるっていうふうな声がやっぱり今高まってきてるなと思いますし、政治家や財界人あるいはまあメディア官僚は本当にひどい状況になっていますけども、一般の日本人の方がやっぱり憂えていると思いますので、私たちはやっぱり日本を諦めないというか、もう絶対に日本を私たちは守っていくというか取り戻していきたいと思っています。心を新たにして靖国参拝行ってまいりたいと思いますので、ぜひ参加いただける方は参加していただきたいですし、またできない場合におきましても心を寄せていただければなと思います。はい、ありがとうございます。その通りです。では皆さんからも、はいはい、ちょっと時間の関係でね、うん、今日はこの番組では言えないんですけど、詳しいことは私のコラムでもご紹介しましたけど、うん、今77年周期説というのがあるんですね。つまり明治維新から、うんうん、大東亜戦争終戦まで77年、そして大東亜戦争終戦から来年で77年なんですね。で明治維新から大正までは良かったんだけれども、そこからこうなって大東亜戦争終戦を迎えた日本も後期77年も今まで昭和まではいろんな問題はあっても良かったんですね。ところが平成から今日に至るまでこうなった、うん、でまさにね前期77年も後の30年からダメになったんですよ。で後期77年も平成から30何年でこうなった、うん、で来年77年なんですね、うん、これはねもう偶然でなくて、最初の頃は幕末の生き残りの人たちが主導権を握ってた人たちが続々として去っていったのが大正の初めだ。で大東亜戦争の生き残りの人たちが去っていったのが昭和の終わりと同時だった、うん、これまさにね私偶然じゃないと思います、うん、でここまでは評論家的な分析ですけれども、それでもう大東亜戦争敗戦のような浮き目はあっていいのか、来年まさに77年なんですよ、うん、そうさせないためには今何かということで言えば、これはもう新政治勢力の台頭しかないと思います、うん、でこれは自民党を覚醒させることにもなるんですよ。ということでね、もうこれは絶対第二の敗戦をさせないために今ならまだ間に合うということで、そういうことをお誓いする意味もあって、うん、この8月15日靖国に行きたいというふうに思っております。はい、新党国盛り、そして国盛り州、そして頑張れ日本全国行動委員会、皆さん本当にこれ記念すべきというかですね、本当に頭の中に残す、必ずあの時こうだったねということは、もう東京オリンピックが行われましたけれども、あの時はこうだったねということもね、あると思いますので、ぜひ、お集まりいただきたい。
そしてお祈りいただきたいと思います。私はあの開門から、開門の前からレポートを毎年18年間やってきましたので、また今年も、開門前からおりますけれども、ぜひ皆さん、一人一人がどういう時間でも構いませんので、お祈りを、参拝をしていただく、そして、礼に感謝する、そして越方行く末をもう一回日本を考える日に、まあ、していっていただければと思います。今年は例年 の、うん、あ, のあるとはまた違う、うん、もっとある意味重大な更新、はい、ということですね。そういうことですね、はい、はい、このアップロード、はい、そういうことです。令和3年8月15日日曜日、雨天決行します。日の丸を掲げ英霊に感謝し、粛々と、沈黙の更新をいたします。海浮かばは流しますけれども、私たちはシプレヒコルソンとはしません。ただひたすら沈黙、ということであります。15時から、千代田区の猿楽町、の、金華公園にお集まりいただきたいと思います。お手伝いいただける方、広場に集まりますから、そこの水道口から水をまいてもらうとかですね、地面に水まいて打ち水をする、こういう人とか、旗を作っていただく、もう数百本たくさんやりますので、ぜひお手伝いいただきたい。でそのまたそのまあお渡しするときね、みんなシュッシュッと消毒薬で一応全部消毒するような形、そんなことまでしなくても大丈夫だっていう人もいるかも分かりませんけど、少なくとも私たちはできることは全部やるということにしたいと思います。日の丸行進にちょっとね、そういう傷つけたくないと思います。はい、いうことであります。それから、金華公園集まりまして、15時30分から、金華公園、それからまな板橋児童遊園、まあこれあの靖国神社の近くの場所ですけども、まあ16時15分ぐらい到着、もうちょっと早いかも分かりませんけど、まあとにかくそこで到着し、それからそのまま、まな板公園のところから歩道を歩いて靖国神社に行きます。大鳥居の前まで行きます。というようなことで、そこで、まあ海浮かば、そして君が代を斉唱し、聖樹万歳を唱えるというようなことで、万歳ってもやるわけですね。はい、最近こっちのもう一回しつこく私は言うのが好きなんで、うん、この顔とこの顔どっちが今本間奈々に似てるかというとね、はい、古川さんに敬意を表しまして、漫画の方に顔が近くはい、というようなことであります、はい、まあでも本当にね、どっちも同じ本間奈々であります、ね、ほんまかいなっていうのはね、はい、ということなんですけれども、まあそういうことでぜひお集まりいただきたいと思います。ここのところに本当に我々これからのこと、選挙を全部含めて、重大な発表を皆さんに先駆けて、まあ、したいとも思っております。8月15日にお会いしたいと思います。ということで、今日は、ゲストにですね、三輪和夫さんを迎えまして、はい、やっぱり元気だね三輪さんはね、はい、はい、というようなことで、ちゃんとウイルあれまで注射のピッピッと打ってね、はい、元気ですから、はい、ということで皆さん気をつけていただきたいと思いますけど、本間さんはこれで今日また、はい、北海道でまたね再び戻ります。本間さんは本当にタフですね、はい、それも本当に思います、はい、私から言うのもなんですけど、本当に、丈夫でなかったですね、はい、まあ、だからそのね丈夫さを本当に守ってもらってね、はい、やっぱり、ね、体力が、ね、はい、そうです、必要ですから、ということで、今日の本間会談以上でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。